NHK ブックスの世表紙 NHK ブックスは NHK 出版が発行している教養選書シリーズ1964年創刊2014年時点で1200点を超えている B6 版ソフトカバー1964年1月1日創刊第1号の刊行は坂本藤永、経営学への招待人間とその社会や文化 歴史や自然などを時代の感覚を持って捉え直すということが、創刊時から一貫したコンセプトである。キャッチコピーは、広まるしや深まる、知識、時代の半歩先を読むなど、何度か変わっている。創刊以来、各分野の研究者や巧妙な作家による奥深い、需要に満ちた知識が数多く提供されている。機関書の中には、 著名人による執筆で賞を受賞した作品が多く存在する。かつては、土地よ久美子、倉田明則らが想定を手掛けた。2014年4月、創刊50周年を機に想定が一新された。新想定は、三戸伊佐夫による。NHK 出版を知らせトピックス。講談社ノンフィクション賞講談社 AB 日本。 エッセイストクラブ受賞作一覧日本、エッセイストクラブ研究奨励事業、国際安全保障学会講談社科学、出版社講談社、大川出版賞受賞図書、公益財団法人大川情報通信基金、日本詩人クラブ司会賞受賞者、一覧一般社団法人日本詩人クラブ、審査結果及び、公表地域研究コンソーシアム学会賞、 著作発信部門日本地理学会第4回、河井早夫学芸賞が決定いたしました。一般財団法人、河井早夫財団古代歴史文化賞大賞に、古今和歌集の創造力、NHK ニュースウェブ、ありがとうございます。